元気がストレートにこう出るっていうよりも、ちょっと自分が落ち込んでる時に見ると元気にしてくれるっていう、なんかこうみんながみんなハッピーっていう感じでもちょっとないかもしれないんですけど、私が最近ハマっているのが墜落 JK と廃人教師っていう漫画なんですけど、素晴らしいタイトル失恋をしちゃって、もう私は死んでやるって言ってる女子高生のもとに、学校の先生が死ぬ前に俺と恋愛してみればって言って、その自殺を止めるっていうところから始まるんですけど、事あるごとにその先生が JK にこうちょっかいを出して、なんとか JK を思いとどまらせようとしている漫画で、絶対にその漫画がこう1話の1ページ目の見開きは、今にも JK が命を絶とうとしてしまっているような見開きから始まるんですけど、1ページペラってめくると、あ、なんだそういうことかって、例えばその1ページ目見開きで急に JK が川でこうわーってなってるシーンで、あ、これはって思うと、実は子犬を助けてましたみたいな、そのからのあーっていうのが毎回毎回あるので、すごくこうドキッとさせられつつもほっこりして、かつそのすごく元気いっぱいな感じでもなく、どちらかといったら暗めな感じの子がなんかちょっとした日常の嬉しさを見つけていって、あ、生きるのいいなみたいに感じるストーリーなので、私はそれを読むと元気が出ます。それは先生は本当にその女子高生のことをこう恋してるんですか？それが分かんないんですよ。なるほど、またそこが恋愛漫画的にもちょっといろいろ勘繰り合うわけですね。はい、一応その先生と生徒の禁断の恋感も出してるんですけど、うん、生徒は生徒で、いやいや先生でしょあなたはって思ってるし、うんうんうん、先生もちょっとこう生徒と先生の一線を引いているところもあって、うんうん、なんかこう何も考えずに恋をしてキュンキュンハッピーっていう感じでもない。なるほど。先生はじゃ結構謎な雰囲気が出てるわけですね。それが先生はクズ教師なんです。あ、クズなんですね。はい、もう基本的に学校でなんか例えばそのタバコ吸っちゃうとか、なんかこうだらしなかったり、先生は全然立派な感じじゃなくて、はいは仁先生って確か名前なんですけど、ハイジンってそれで呼ばれてるぐらい、なかなか先生としては優秀とは言えないんですけど、でもすごくフランクなフットワークで JK のことを見守っている感が感じる、だからこう、じゃあいいやつじゃないですか。いいやつなんです。ダメンズ図鑑には入らないかもしれない。そうですね。うん、え、その女に対してはだらしなくはないんですか？そういう描写はない。あ、そういう描写はなくて、まあ、ちょっとそこもなんか謎めいてるんですけど、なんかもともと好きだった人がいたような、うん、いなかったような、その人に恋してるようなしてないような、でもその JK のこともこれは恋なのか、ただ先生としてその彼女の暴走を止めるために言ってるのか、うん、そのあたりも何なんだろうっていうのがこう、うん、ふわっとしてる感じですね。なるほどね。なんかちょっとそれこそ病んでる時に読む方が元気がもらえるかもしれないです。絵のトーンはすごい素朴な感じの少女漫画なんですけど、割と白いな。はい、でこれでこうやって今その飛び降りようとしてるところを、何やってんのみたいな感じでこう軽く先生が来て、それでタバコ吸っちゃったりしてて、これ全然普通にもう好きになるパターンじゃないですか。もう好きになっちゃいそうなもんなんですけど、でもこの主人公の女の子も一応こう失恋をしたところから始まってるので、すぐに、あ、じゃあ先生好きってなるわけでもない感じで、
廃場人なので生徒から廃人と呼ばれて舐められていますみたいな、うん、でもやっぱかっこいいな。まあそうですね、比較的かっこいいです。黒髪ゆるふわ系かっこよくない恋愛漫画ねえのかな。それは黄昏流星群ですかね。あ、なるほど。そうですね、あの全然こうイケメンじゃない男の子の恋愛漫画ってこの何年かで読んだ中ってあります？酷な質問ですか。あ、でもそれこそ最初の方におすすめしていただいたあの初々しい2人の営みは、あの2巻まで読んですごいキュンキュンしましたけど、でもそれぐらいかもしれないです。まあそうですね、ありがとうございます。そうですね、やっぱ現実をなぞりたくはないから、やっぱね、せめて漫画の上だけでも美男美女、自分を美女に置き換え、自分を美男子に置き換え、恋愛漫画を読みたいんじゃないのかな。リアルすぎてもな、黄昏流星群とかのあのベッドシーンとかなんか、そうですね、リアルすぎるんですか。あの島耕作書いてる、広金先生が書いてる黄昏っていう、まあ、要はその人生の黄昏時期となぞらえてるんで、60代の人たちの恋愛なんですよ。おで、まあ、元同級生で30年ぶりに会ってやっちゃったとかそういう話で、結構そのシーンとかがもうあのリアルなんで、おだからあのすごいなんかこうおじいちゃんとおばあちゃんたちの頃とかが結構、まあ、それがそれも含めて人間参加なんですよ、うん、その年でもなお人を恋する気持ちとか、すごいいい話なんですけど、別にそこまで見せなくていいんじゃないかなみたいなことは泣きにしもみたいなとこありますよ。でもやっぱり少女漫画で主人公が恋する男の人がイケメンなのはいいですね。つい見ちゃいますね。そりゃそうですよね。そりゃそうですよ。死を考えている女の子とか、あの廃人と呼ばれてる先生とか、そういうツイストのかけ方ってすごい現代っぽいっていうか、ね、そんな感じしますよね。そう、なんかそのちょっと闇を抱えてる系女子の話を見てると、すごくなんて言うんでしょう、なんかこうちょっと間違うと悲劇のヒロインになっちゃうのが、うん、でもなんかしれっとみんながこう抱えているその闇を具現化したキャラクターってなると、すごく気持ちを寄せやすくなって、でもなんかこれがまたその闇すぎてるキャラクターだとちょっと違うので、なんかすごいそのバランスも難しいのかなって思うんですけど。そうですね、ちょい闇女子っていう主人公がヒットする、心にヒットするポイントなのかなって思います。闇のバランスが、闇のバランスが全くゼロっていうのは結構今なかなかリアリティを持って捉えられないかもしれないですもんね。元気すぎたりポジティブすぎたりすると、うん、それはそれであの、うん、読んでて気持ちが明るくなることはあるんですけど、うん、こうどっぷり浸かりたい時とか、ちょっと自分の気持ちが下向きの時に読んで元気もらえるってなると、うん、ちょっと闇持ってる女の子の方が主人公としてはそのタイミングは合いますね、うん、じゃあ結構その疲れてたりこう精神的にやられてる時はちょっと闇強めの漫画読んでみようかなみたいなスレッグとかあるってことですか？ あります、うん、あとはもう振り切ってグロ漫画とか呪い系の漫画とかあの読んで一気に浸ってひとしきり浸ったら元気になるみたいな。なるほどね、そういう効能もあるわけですよね、はい、なるほどね。元気な時しかグロいもの読めないみたいな感覚ありましたけど、ね、確かにそうですよね。でも人によると思うんですけど、なんか私は結構あの自分の気分が沈んでる時に、あ、もういっそ沈んでるものを見たりします。やっぱそこで元気なものを見てな、何ってなっちゃうのもなんか嫌なので、せっかく面白いって思ってる作品だったら自分の心のアップの時に読んで一気に楽しんで、沈んでる時は同じ空気感のものを読むっていうのも毎回じゃないですけど、
あるのかなって思います、うん、たまには思いっきり自社製品になっちゃいますけど、つい2月の頭に新しく始まった新連載がありまして、三日月マーチという新しい連載が漫画家で始まりまして、すごく新人の先生の山田浜地先生による、初めての連載なんですけど、初めての連載、はい、本当に初めての連載で、タイトルが三日月マーチであるようにマーチ、マーチングバンド、音楽演奏したり、ダンスをしたりしながらやる、8分間の総合芸術と呼ばれているマーチングバンドを、舞台にし、そこにそのマーチングバンドと初めて出会った女子高生の、成長の物語が、スタートしたばっかなんですけど、非常にいいんですよ、非常にいいんですよ、青春ストーリーです。もうド直球の青春で、ある種マイナー部活者と呼んでいいと思うんですけど、部活者っていうのは非常にこう、ジャンルとしてあって、それこそスポーツもののジャンル、部活もそうですけど、最近で言うと例えばですけど、ちはやふるみたいな、百人一首、朝日なぐなぎなたとか、ちょっとこう競技人口がすごい少なかったりとか、あまりルールが半然としてない、カバディの漫画とかもありますし、結構そういうマニアックというとちょっとその競技者に失礼ですけど、あまりこう一般的ではないものを舞台にしつつ、やってる作品が非常に、しかもそれが結構面白い作品が多いんですけど、なかなかマーチングバンドっていう音楽っていうものをなかなかね、こう漫画のジャンルとして、ちょっと難しい部分もあったりはするんですけど、そうなんですね、音楽ってどうしてもこう音を絵で、文字でっていうのがちょっとそこが、難しさの一つあるんですけど、ピアノの森だったりとか、ブルージャイアントとか、いくつも音楽の作品で面白いのがあるので、一概には言えないですけど、やっぱなかなかハードルは高いジャンルではあるんですけど、音楽っていうのは とはいえマーチングバンドっていうのは演奏だけじゃなくて、その動きとか、はい、こう演奏しながらこう歩いマーチ、動いたり、旗を振ったりダンスしたりっていうのがあったりするので、非常に 絵としては映えるんですけど、そういうちょっとマイナーながらも、高校生が初めて出会うジャンルのものを初めて興味を持って、そこに自分打ち込んでいって、居場所を見つけ、成長していく青春の日々という、本当にすごくストレートな王道の部活青春漫画というかがスタートしたばっかなんですけど、これは今のうちにチェックをね、ぜひしていただけると本当に非常にこう青く刺さるいい漫画なの でやっぱこういう漫画を読むと、なんていうんですかね、元気というか、本当にこう初心を思い起こしてくれるというか、なんかこう好きなものをちゃんと好きって表現するとか、はい、今いる場所で一生懸命そのこの時間を過ごすとか、その8分間に集中するとか、なんていうんですかね、こう当たり前にこう今目の前にあることをちゃんと打ち込む、好きなことに打ち込むとか、それは仕事っていう人もいるでしょうし、恋愛ってこともあるでしょうけど、なんかそういう姿勢みたいなところを今一度こう感じれる、1話目2話目3話目みたいな感じになっていて、非常にいいんで、ちょっと手前味噌ですけど、ぜひ注目していただけるといいなと思いますね。やっぱね、そういう青春ものはいいですよ。いいですよね。年を取れば取るほど本当眩しくて眩しくて、なんかすごい一つのことに全力をかけて臨めてたって、やっぱ高校生とか中学生ぐらいの時だったよなと思って。そうです。大人になってからなかなかこう一つって難しいじゃないですか。難しいです。なんか思い起こして幸せな気持ちになりますよね。なります、なります。昔はね、本当好きな人いたらその人のことばっかこう見てたじゃないですか、はい、そんな酒飲みながらダメ男のことなんか言わなかったわけですよ。そうですね。好きがもう世界だったわけじゃないですか。
ね、いつからそう変わっちゃったんでしょうね。みんな同じだったはずなんですけどね。みんな同じだったはずなんですけどね。そう、そういうやっぱね、ちょっとこう初心をね、やっぱ思い起こしてくれるっていう意味でも、まあ、やっぱこう漫画の一つのね醍醐味っていうのはやっぱこう疑似体験っていうか、うん、その物語を、自分が人生で歩んできてない物語を、もう一回別の漫画を通じて味わえるっていう幸せはあると思うので、そういう意味ではこうやっぱ落ち込んだ時にあの落ち込ん、暗い作品を読んでそこから浮上するのも必要ですし、やっぱこう頭を空っぽにして楽しい時も必要ですし、うん、こうやってこう熱い淡い青い気持ちをね取り戻すこともやっぱ漫画ならではだと、物語ならではだと思うので、みんなもねぜひあの漫画を読んでいただければと、漫画を読んで元気になっていただければ。